小山台。小山台は、まあ、俺選手とか全く分かんないけど、うん、かなり監督が工夫した練習をするっていうことだけは知ってる。あ、ね、グラウンドがね狭いの小山台、うん、で練習が週3日しかできないのって。でその中でもうどうやって練習するかっていうのをいろいろ工夫して、うん、なんか本当はがなんか小山台来てばっかりの時とかは、うん、その監督がねなんかテスト前とかにも練習しようとするから、うん、うちは進学校ですよっつって他の学校先生から怒られたりしてたんだって。でもなんかそのどうにか甲子園に行かせてやりたいっていう監督頑張ってるから、はいはいはい、学校側とかもその応援する風潮になってきて、うん、このネットもさ球場狭いから越すのよ。なるほど。その打球が、うん、外出てくのよ。だから低い打球を打たせる練習したりとか、そう変わった練習させてて、まあただ21世紀枠じゃないですかここ、うん、ベスト8なの東京のね、うん、東京のベスト8が全国のトップクラスにどんだけ通用するのかっていうのが見ものだよね。そうですね、うん、チーム補佐官の江口くんが見ものだねやっぱりね。知らないです。小山台は俺ちょっと後日練習見に行こうと思ってるけど、うん、1回ぐらいは甲子園前に。ああそうなの。ああそっか。しかも毎日やってるわけじゃないからな。巨立初の甲子園1勝。ああもうこれは本当そうですよ。で去年なんか日野高校っていうのが決勝まで行ったんだけど、二十、うん、何年ぶりとか言ってて、うん、もうその時点でヤバいじゃん。もうなんかそうだね。だから都立とか俺もう本当公立でしかも弱いとこ出身だから、そういうところにはなんか勝手に感情移入して、うん、めっちゃ応援しちゃうんだよね。なるほどね。高校の紹介が載ってんだけど、チーム内で流行ってることかなんかなの8番が、関東第一のね吉本くんが披露するモノマネ鑑賞。誰だよっていう。